ということで、私好みのギターケースを購入するために、石橋楽器お茶の水本店さんにやってまいりました。今回ね、先生から買い物リストも預かってきましたので、こちらを見ながら初めてのお使い頑張っていきたいと思います。これは何ですか？あ、私が撮るんですか？この企画のテーマはぼっちなので、青山さんお一人で買いませんそうなんだ、本当にあれですね、マジのガチの初めてのお使いわあ、これ映ってるのかな、映ってますね。わあ、悲しいバッグがですね、これです。たくさんある、たくさんあるけど、これは何なんだ。こういう時店員さんを呼べって書いてあるんですけど、店員さんの呼び方がわからない。ああ、こうやって私はいつも大人に守られて生きてきてるから、すいませんの言い方もわからないんだ。すいません、はい、あ、すいません、あの、はい、バッグを買いに来たんですけれども、はい、ギターのバッグを、はい、入れるギターはどういったギターになるんですか？入れるギターは、はい、エピフォンのレスポールカスタムです。レスポールですね。あ、すいません、はい、レスポールカスタムです。ギターっていろんな種類があって、こうヘッドっていうところ、ここにこう角度がついてるギターの場合、ちょっと厚みが必要です。あ、少しこう奥行きのあるこういうケースに入れないとちょっと危ないかな。あ、じゃあこういうちょっと薄めのやつだとちょっとアンテナ倒した時にバキッと折れちゃう、それは危険性がありますので。確かに持ち運ぶことが多分多いんですけど、であるとこう背負えるタイプがいいかなと思うんで、うんうん、これなんかこう両方あのリュックみたいな感じで、すごい、背負えてなおかつ軽くて、しかも安心という、これですか？はい、あ、じゃあもうこれにします。そちらで、はい、お早いですね。あとですね、はい、ピック、ピック、ピックって、はい、ピックは分かります。ピック、こういったものですね。あ、はい、あ、こんな風にして売ってあるんですね。そうですね、すごい、なんか駄菓子感覚で、はい、駄菓子感覚ですね。わ、すごい、残るアンプ、ね、そうですね、アンプが隣の隣のビルになりますので、え、ここから出るんですか？私が、じゃあ行きます。はーい、わー、人が見てる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 、すごい。ちょっと新商品が今ありまして、新商品があるんですって。ちょっと最新の機能がついてまして、つまみとかもすごい少ないですよね。すごい洗練されたデザインって感じがするけど、めっちゃこんなに少なくていいんですか？大丈夫ですかって話になるんですけど、うんうん、ギター本体からさっきの買われたケーブルでここに挿します。はい、ギターとの接続はそれで OK です。あと音作りどうするかっていうと、スマートフォンでやります、まあ、Bluetooth でこうスマホとこう情報を行き来して、すごい、そこでさっきの山彦リレーをかけたりとか、はいはいはい、そういったこうなんか専用のアプリみたいなやつがあって、うわ、設定も5分か10分あればすぐできますね。そうなんだ、はい、わあ、悩むな。あ、そんな3000円ですね、うんうんうん、個人的にはかなりおすすめします。ちょっと高すぎますね。あの、お父さんから予算を聞いてこなかったんですよ実は。だからなんか いくらのものがいいんですか？これが3万3000円です。ちょっと高すぎますね。ちょっとどうですか、今いろいろ見てましたけど、はい、お気に召したのありましたか？なんかやっぱり奥のなんか最近出た新しいモデルのやつ迷ってるんですけど、結構高いんですよ。青山さんはそれが欲しい。ちょっと気になってる。いやー、特別。実は OK が出ました。 OK が出たかもしれない。本当ですか？本当ですか？プロデューサー OK です。ありがとうございます。すごい、どうしよう、太っ腹ですね。ありがとうございます。頑張ります。ということで、今日はいろいろと持って帰ってギター練習していきますか。回復パカーン。あー、こんな感じになってるんだ。すごいふかふか。私の家のベッドよりもふかふかなんだけど。てめえ羨ましいな、この野郎。よし、じゃあこの子、え、こっちで合ってますよね。
気使う。ゆっくりお眠りを。うわすごい、見てください、なんかトゲトゲついてる、すごい、なんだこれ、いかつ。友達にはなれなさそうだ。よし、うわ一気にバンド女子になりますよ今から。